高橋くん。カレーだしですよ、ね、美味しいね、カレーだしね、それが理由なんですけどね、はい、限りなく社会主義国の、資本主義的要素を持った社会主義国の中国に寛容な韓国と、うん、それにタルタルソース赤い色を染めていると韓国になるかもしれない北朝鮮、しかも同じ民族でしょ、なんだ10年20年したら同じ色になるんじゃないのと、みんながお、トマトマトフルーツをね、野菜、これはトマトはね、フルーツなのか野菜なのか際どいところ、ね、これなんかマヨネーズなんかかけたらもう完全に砂糖をつけて食ったらもうフルーツになるんですね、ほんとほんと、うん、やっぱり、ね、野菜もしっかりとったらいいですもんね、体に、うん、ほんとトマトは野菜かフルーツか微妙微妙、うん、疑問符そんな感じですね。うん。リン。キッチキチ。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今後とも細川チャンネルご期待ください。